くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ジョーです。はい、オッケー。ということで今日もやってまいりました、くるちょもチャンネル。本日はですね、皆さん普段からよく利用されているのではないでしょうか、イオン。そんなイオンのプライベートブランド、トップバリュー、トップバリューには4種類ありましてですね、まずは通常のトップバリューですけれども、トップバリューはお客様の暮らしにソリューションを提案し続ける新価格創造ブランド。みんなにぴったりの商品はたくさんあるけれど、本当に欲しいのは自分にぴったりの商品。でもそれが何なのか自分でもうまく説明できない。私はこれが欲しかったんだ、私の暮らしにはこれが足りなかったんだって私に気づかせてくれる、そんな商品と出会いたい。トップバリューはあったらいいなという声にお答えする商品だけではなく、お客様の気持ちに先回りするような新しくてあなたらしい価値のある商品をお届けしていきます、ということで提供されている商品となります。続きまして、トップバリューグリーンアイ。トップバリューグリーンアイは自然環境の持続可能性を追求するオーガニック&ナチュラルブランド。毎日食べるもの、使うものだからより安全なものを買いたい。未来のことを考えたらもっと自然環境のことに気を使わないと。オーガニックとかナチュラル、そんな言葉が最近ついつい気になる。もっと手軽に買えればいいのに。トップバリューグリーンアイがそんなあなたの優しさに応えます、ということで提供されております。続きまして、トップバリューベストプライス。トップバリューベストプライスはおなじみのメーカー、商品以上の品質で地域一番価格を目指す満足品質ブランド。品質が同じならやっぱり価格が安い方が一番。しかもいつでも手頃な価格で買えれば言うことなし。いつもの定番商品以上の品質でいつでも安く買える、そんな商品はありませんか。トップバリューベストプライスはそんなあなたの毎日の暮らしを応援します、ということで提供されております。最後に、トップバリューセレクト。トップバリューセレクトは毎日の暮らしに最上質の体験を提供するブランド。自分のこだわっているものにはちょっと高くても本物を手に入れたい。よりすぐられた本当にいいものを使いたい。素材や産地、製法にこだわった美味しいものを食べたい。もっと身近で買えるようになればいいのに。トップバリューセレクトはそんなあなたにこだわり抜いた商品をお手頃価格でお届けします、ということで、この4種類のブランド、トップバリュー普段よく目にされているとは思うんですけれども、今回ピックアップしていきたいのはトップバリューベストプライスの商品。本当に品質が同じで価格は圧倒的に安いのか、定番商品以上の品質でいつでも安く買えると歌ってますので、ちょっとそこをバキバキに調べていきたいと思いますね。ということでやっていきましょう。 Where are you? くるちょもチャンネル。今回調べさせていただくのはこちらの商品でございます。トップバリューベストプライス、カロリーライトサイダー。これからね、暑くなってくるのでサイダーが飲みたくなりますよね、皆さん。そしてこのサイダー、なんと30円です。ベストプライス。そんな30円のサイダーとこちら、三ツ矢サイダー、大この1884年いにしえから伝わる、皆様の口に馴染みに馴染んでいるサイダー、もうこちらの味はもう間違いございません。この2つのサイダーを飲み比べて、本当に品質が良くて価格が安いのか調べていきたいと思います。それでは行きましょう。くるちょもチャンネル。ということでですね、まずトップバリューのサイダー、三ツ矢サイダー、もう一度トップバリューのサイダー飲んでいきたいと思いますね。それでは行きましょう。はい、いいひえ、乾杯。いただきます。あ、めっちゃサイダー、うん、喉のほどけさんがシュワシュワシュワしますわ、ほんまに。これ30円か、すんごいな。三ツ矢サイダーの方もいただきたいと思います。炭酸は
三ツ矢サイダーの方が喉にグッとくる感じ。ただそのサイダーっていう風味、なんかちょっと保険の意味も込めて先にトップバリューの方飲んだんですけど、なんかトップバリューの方が味なんかしっかり濃いかもしれない。あれ、しかもカロリーライトなんですよねこっちは。だからもううっすうっすいもんかな思ってたんですけど、やるやんけトップバリュー、クルチョモチャンネル。ということで、あの個人的には美味しい、じゃあ三ツ矢サイダー、あーめっちゃ美味しい、もう一回トップバリュー飲んで、あクソまずっつって終わる予定だったんですけど、思いのほかトップバリューガチでしたね。いやービビったな。しかももう30円ですからね、舐めてましたね。これからちょっとトップバリューの商品いろいろ試してみようと思います。今までなんやかんやで結構、いやまあ言うてもなと思いつつスルーしてたことが多かったので、これはちょっとイオンさんすごいっすね。いやー予想外の結果にチョモラーテもびっくりしておりますということでですね、皆さんもしイオンとか行く機会ありまして、この30円のサイダー見つけましたらですね、ぜひ飲んでみてください。普通に美味しい、めちゃくちゃいい、ほんまビビる。はい、ということでですね、今日はイオンのプライベートブランドバリューのサイダー、三ツ矢サイダーと飲み比べてみた、お送りしました。ありがとうございました。港区のくるちゃんには関係ない話、世界でたった一人の君に出会えたことを僕は誇りに思う。10個でモンスターのボトル缶1回分やな。